はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、購入品紹介ということでネットショップで買ったので購入品紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、あのね、ちょっと以前、ちょっと前ぐらいかな、小悪魔の森が発売されたじゃないですか。ストラクチャーデッキね、あのこれが発売されるでしょ。その前後で小悪魔デッキについてみたいなことがツイッターで話題になったんですよ。その中でね、小悪魔にスキルドレインを入れるのはどうなんみたいな感じのことが話題になってたんですよ。で、小悪魔にスキルドレインを入れるのだったら、もうそれは小悪魔じゃなくてラビュリンスに、小悪魔、ごめん、これ関係なかった。これは関係なかったです。はい。ラビュリンスにスキルドレインを入れるデッキが最近多いみたいなことを言ってる人がいて、その人がラピュリンスにスキドレを入れるんだったらラピュリンスと名乗らないでほしいみたいなことを言ってたんですよ。でね、そのことについて僕がね、ちょっと言いたいことはね、なんでかな、自分が〇〇を入れるデッキは、まあ、例えばシャドールだったら召喚獣を入れるシャドールはシャドールじゃないって思うことは自由だと思うんですよ。それ自体は別にね。他にも、まあ、戦闘機に魔衝動を入れるのは明らかに邪道だ。そういったのは、戦闘機と名乗らないでほしい。まあ、ぶっちゃけな話、それは、思うこと自体は全然いいと思う。それはね。そう思うこと自体は全く構わないとは思うんですけど、人に対して強要するようになったらダメだよね、とは思う。ましてや、ツイッターという SNS に限って言うならばさ、全世界に発信してるわけじゃないですか。言うなら。ものすごく極大化して言いますけど。それはやっぱ不特定多数の人に言ってるっていうことでもあるので、誰にしも、その言葉が伝わってしまうということでもあるわけですよ。鍵アカとかでない限り。だから強要するような感じの原文になってしまうと、文章になってしまうと、まあそれは叩かれる原因というか、やっぱしまあ人にとっちゃ疑問に思うことが多いよねっていうことですよ。単純に例えばラピリンスにスキドレ入れるなんか嫌いだな、俺は正直入れたくはないよね、だったら全然問題ないと思う。で、心の中で思っていてもだよ、その心の中で思うこと自体は別にいいと思うんだけど、もうあんなカード入れてるやつは〇〇って名乗らないでほしいよって心の中で思ってるじゃね、全然いいとは思うんですけど、やっぱまあそれを口に出したりとか、ブログなり SNS で書いたりとかしてしまうと、やっぱしね、あれそれおかしいんじゃないっていう人もいるから、まあ、僕は何入れてようとラピリンスにスキドレ入れてようと戦闘機にマシオド入れてようとなんだろうと、僕は名乗りたいものが名乗ればいいなと思いますけどね。名前なんて別にね、人にどう思われようが自分がつけたもん勝ちですからね。昔はフォトンスラッシャー3枚入れてるだけでフォトンヒーローって言ってたんですよ。マジで大会でフォトンヒーローが優勝みたいなこと本気で言ってたから、ね、はい、どれだ、これかな、まずはこれね。はい、ペイ奥義の神殿のシークレットです。3枚ラピリンスで使おうと思って買ってみました。そういや持ってなかった。どうせだったらということでシークレット買ってみました。パラレルでも良かったんですけどね。あと、売る。昔の。で、次がこれが、はい。ラーの翼神竜のレリフス。イェーイ。1枚なかったんですよ、実は。うわー、なんだこのストレージに並んでそうな、これ。うわ、めっちゃストレージに並んでそうなやつや、これ。ここら辺。このシンクロストライクあたり。並んでた、並んでた、なんかね、ストレージに。うわー、懐かしい。めっちゃ見るもん、これ、シンクロストライク。トラップのところにね、この辺りのノーマル加減。そんなのはどうでもいいですけど。はい。なので、これ2つ買ってみました。そうですね。だからね、人様が使うデッキに、なんかケチをつけたりとか、人に何々しろっていうのはやめた方がいいっすよ。本当に。自分で思ったり、自分がそうするだけだったら構わないんですけど、ルールの範疇でやっているうちは、人が何を使おうが全然勝手だと思う。極端な話を言うならば、例えばフリーデュエルで、ティアラメント使おうと、宣告者ドライトロン使おうと、それはもう責められるべきことではないと思うんですよ。ムカつきはするだろうけどね。人によっては。
ガチガチのデッキ使うから。遊戯王の日でガチガチのデッキ使われて、あーもうなんなんだ遊戯王の日だよ、そんなん使ってくんじゃねえよっていう愚痴って絶対ツイッター上に1回は流れてくるんですけど、遊戯王の日やったら。でもそれはほら誰に言われることでもないじゃない、正直な話。だってルールの範疇だし、別にそんなルールがあるわけじゃないしね、遊戯王の日のイベントに、はい、禁止制限が特殊だったりするわけでもないわけだし、それはまあ、うん、誰にも批判されるべきことではないんだけど、ただ、ま、俺はこう思うからお前そう、こう俺の思う通りにこうするのやめろっていうのは間違いだよと、それは言っておきたいですねという話ですね。まあ、ちょっとラピリンスにスキドレ入れるのはラピリンスじゃないっていう、なんかそれがちょっと話題になってたからちょっと言いましたね。はい、それではワクテカの購入紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。